はい、おはようございます。デイ2ということで、今日はダブルスですね。今日の対戦相手の方と今海鮮食べてます。こんな感じで。で今日の対戦相手の方です。ガチファンで出てもらった視聴者の方です。はい。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。あの有給取ってもらって、はい、僕の試合の応援に来る予定だったんですが、まさかの。はい。僕はシングルス負けて。で今日の対戦相手がウォークオーバーです。はい。だからもう勝ちですね。そうですね。あの空白の1日ができてしまって、はい。もうせっかくなんでちょっと豪華なおすすめのお店に来ております。まあ後で福ピタさんとも合流するんで、ちょっとその時にまた動画回したいと思います。食べましょうか。そうですね。まあこれが、はい、これが今日の対戦相手なんで。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、福ピタさんと合流して、どっちが福ピタさんですかね。ちょっと似てるんで、明日どっちと出たらいい。どっちと出ても変われへん。一緒、一緒、一緒。はい、ということで、あ、4時と遅刻です。はい、大遅刻です。失礼しました。今日も試合する気満々やったんです。あ、そうです。相手の方がちょっとデフォやったんで、明日試合なんで、福田さんちょっと練習してないんで、今から3人、はい、ちょっと練習しようか。せっかく有給取ったんで、はい、相手5分です。よろしくお願いします。福田さんと、荒木さんと練習をしてきまして、結構練習やりすぎてちょっと疲れましたね。まあね、今ホテル着いて、まあ、昨日より安いホテルが見つかりました。4900円ぐらいですね。まあ1回戦ね、対戦相手の方がウォークオーバーということで、まあ明日ね準決勝ですね。まあしっかり疲れを取って勝って決勝をまず行けるように福田さんと頑張ってやっていきたいと思います。とりあえず今から、洗濯していきます。じゃあ、また、明日。はい、やってきました。もう、準決勝です。対戦相手の方は、僕はやったことないんですけど、いや、福ピタさんは、はい。じゃあ、悔しい過去が一度ある相手です。ちょっとリベンジマッチなんで、ここは何としても、勝っていく。まあ、練習して、やるべきこととか、ちゃんとやってきた、はい、それをしっかり出せれば。思います。はい。バックでエースとります。これは無理なんですけど。はい。すいませんでした。はい。ちょっと頑張ります。サーブ頑張ります。サーブ。レッツ。準決勝。行こう。さあ、山陽オープン、ダブルス準決勝ですね。まあ、1回戦がね、ウォークオーバーということで、まあ、公式戦。福ピタさんとの初試合ですね。練習は2回ほどさせてもらってるんですけど、まあ対戦相手からのサーブになります。で、対戦相手の方は、まあ、僕たちのチャンネル、最多出場、まあ5回目、6回目ですかね。はい、僕とのシングルスが4回と、前回四国で日本一さんとダブルス。で、今回って形ですね。はい。まあ、僕、ダブルスはね、初対戦になるので、まあ、非常に楽しみな感じですね。で、まあ、日本一さんは、まあ、前回、その、四国で、まあ、ダブルス対戦されたんですけど、ペアが左利きの方なんで、また別の方になりますね。はい。これが、対戦相手の方の、まあ、正規ペアになっていく形ですね。さあ、そうこうしているうちにブレイクスタートですね。で、僕と福ピタさんはもう役割分担としては僕が前でしっかり決めていく形、福ピタさんがまあストローカーなので、まあ後ろ福ピタさんに任してっていう展開がまあ理想形かなっていうところです。
なんで、まあ、僕サーブの時は、まあ、福田さん前にいるのでもう全部 I フォーメーションで、まあ、練習してこれが一番しっくりきたかなっていうところで、はい、この試合もやってってる感じですね。さあここネットインでこれはちょっとラッキーでしたね。さあ40オールデュースはありません。さあ一本勝負、ここ取りたい。さあここのボレーがちょっと浮いて浅くなり決められちゃいました。さあブレイク、ブレイクスタートですね。まあ、この段階ではまあどっちの流れでもないかなっていうところで、まあお互いに流れをね、あの掴みたいなって思ってるところですね。さあここスライスで緩くって前でプレッシャーかけていく。さあ15ホール、このダブルホールトはラッキーでしたね。さあここチャンスなんで乗っていきたい。さあここのロブ、さあここをすかさずしっかり僕が動いて決めていくと、さあブレイクポイント。さあここボレーなんとか、難しいボールでしたがしっかり処理をしてブレイクバックと。さあ福田さんサーブ、さあこれのリターンがアウトになり1本目取っていく15ラブ。まあ、僕もしっかりアイフォーメーションで、まあ、リターンにねプレッシャーをかけていきたいところで、福田さんセカンドサーブでサービスエースですね。さあこれが今の形が理想形ですね。さあ40ラブ1本でいきたい。さあここをしっかり前落として、まあ2人がね2バックしてたんでもうポーチ出たら前に落とすっていうのは決めてる感じでボレーしました。さあこれで 3-1。 さあここ強烈なフォアですね。さあ15ラブセカンドサーブなんでチャンス。さあ甘く入ってきたところをストレートにリターンエース、15オールセカンドサーブチャンス。さあこれダブルホールド、さあ乗っていきたい。さあここ前に行く、ちょっとボレーが深すぎた。さあただしっかり福田さんが後ろで仕事してくれてブレイクポイント。ここがダブルホルトで、さあ 4-1。 さあここしっかりキープして乗っていきたいところ。さあ前に行く、さあこのドロップが甘い、今のはあかんやつっすね。さあラブ15、さあここなんとか返す。さあこれがちょっと真ん中空いちゃいましたね。さあラブ30、さあここがちょっと迷いました。クロスにもう一回つぬかストレートに打つか。さあラブ40、さあ簡単にブレイクされてしまい、これで 4-2 ですね。さあまだね、あの2ブレイクしてるのでまだまだ、まあ気持ちには余裕があるとはいえ、まあ、すんなりねキープされてしまうと一気に流れやられちゃうんでね。さあこれでラブ30セカンドサーブチャンス。さあこのロブがちょっと浅くなり、さあ15-30。さあここがねちょっとリターンねラケット下から入っちゃいましたね。さあ30オール、さあここ取りたいところ。さあここ福田さんナイスリターンでしたね。さあブレイクポイント、さあ叩き込んでちょっと次の体勢が悪かったですね。さあ40オール、さあ福田さんナイス足元。さあこれで 5-2 ですね。さあナイスサーブ、福田さんサーブ調子いいですね。さあ15ラブがダブルホールト、
さあ、フィフティンオール。セカンドサーブ。さあ、ここがね、ちょっと焦りましたね、ボディに来て。さあ、フィフティンサーティ。さあ、ストロークはクビタさんに任して、さあ、僕は前でチャンスを伺いたいところ。さあ、ここがちょっとサイドアウトでした。さあ、1540、これはナイスショーでしたね。よくスピンかかってました。さあ、30-40。さあ、これがアウトになり、さあ、40オール、セットポイント。さあ、1本で取りたい。さあ、ナイスボール。さあ、前でプレッシャーをかけていく。さあ、なんとか返す。なんとか返す。さあ、なんとか返す。が、取られてしまいました。さあ、5-3。なかなかキープができないですね。お互い欲しいポイントやったんでね。やっぱラリーは長くなりますよね。さあ、このスマッシュなんとか返したんですけどね。これね、行こうと思ったんですけどね、このボールを行かないとダメでしたね。バックボレーの時に行かないと、まあ、ちょっと気持ちはね、見せたんですけどね。ちょっとサイド抜かれるのちょっと怖がってましたね。リードしてるんで思い切り行ってもよかったかなと思いますね。さあ、まあ切り替えて、さあ、ど真ん中にリターンエース。ストレート多めに打ってたんで、今のはちょっと真ん中そろそろいけるかなと思って打ったら、うまいこといきました。さあ、ここはナイスブロックでしたね。さあ、30-50。さあ、ここナイスリターン。さあ、30オール。こういうね、あの変則的なこう陣形の時は、もうリターン打つ前に僕はコースを決めてます。はい。なんかもう、相手を見てしまわないようにしてましたね。さあ、セットポイント。さあ、ツーバックしてるので、後ろで粘ってチャンスを待って、さあ、これがサイドアウトになり、さあ、ファーストセット6-3。さあ、セカンドセット、こっからニューボールになりますからね。さあ、ファーストサーブがフォルト。僕ね、この日ね、サーブがなんかもう全然合ってなかったですね。ファーストサーブの確率も悪かったですし、確率が悪いんで、なんかちょっといつもよりちょっとスピード落としてコース重視でやったりとかちょっとしてましたね。今のはナイスボレーでしたね。やっぱダブルス特にやっぱサーブ調子悪いとね、なかなかゲーム的にしんどくなりますからね。さあ、ここはワイドにナイスサーブ。さあ、40-30。さあ、スピンサーブ。さあ、カットして、あのカットをね、スマッシュ打つか悩んだんですよね。微妙な深さやったんですよ。さあ、まさかのブレイクスタート。ファイナルになるとスーパータイブレイク10点になるんで、もうそうなるとじゃんけんみたいなもんだんでね、是が非でもこの
セットは取っていきたいところですね。さあナイスリターンで15オール。さあここ返される。さあストレートアタック。さあこれがちょっとわずかにアウトやったんですよね。さあ30-50、これがアウトになり、さあ40-50。お父さんたちが。さあここはナイスショット、フォアハンドで攻めていく得意の。さあ40-30ですね。さあここちょっとね全員捕まっちゃいましたね。さあ0-2ですね。ちょっとまずいですね。まずいですが、まあこのゲームをキープするかしないかでこのセットのね運命が決まってくるんで、ね、さあいい形で2本取りました。さあ30ラブ。さあここダブルホルトで30-15。いやここはねナイスリターンでしたね。さあ30オール。さあここナイスサーブ40-30。さあここちょっとねサインミスでしたね。2人とも縦に並んじゃいました。さあ40オール。さあここなんとか気持ちで入れて、さあなんとかキープです。リプレイ見ていきましょう。ここ結構重要でしたからね。さあここなんとかゴリ押しでいきましょう。さあこれで1-2ですね。今の落としてたら0-3でしたからね。さあこれでしっかり乗っていきたいところ。さあラブ15。いやこれはね取れないですね。フラットじゃなくてねスライス系やったんでね落ちてから逃げていくんでね。さあ15オール。このロブがわずかにアウトになり30-15。さあここナイスリターン。あのストレートが空いてる陣形の時は僕としては速いテンポでストレートに持っていきたいところなんですが、あれね結構難しいっちゃ難しいんですよね。さあさあチェンジして、さあこれで2-2です。さあこれでイーブン。さあしっかりと、キープしていきたいところ。さあしっかり1本目取っていく15ラブ。さあここはちょっとサーブが甘いですね。さあこれもセカンドサーブです。ファーストの確率が悪すぎる。さあなんとか、さあしっかり、まあ、サーブがね調子悪い時は、まあ、ボレーでしのいでいくしかないですからね。さあこれはナイスショーでしたね。さあ40-50セカンドサーブで、これはねちょっと狙いに行きました。ちょっとだけホルトでした。さあ40-30。さあワイドにスピンサーブが決まって3-2ですね。さあ一気に行きたい。さあこれがわずかにアウトになり、さあ15ラブ。さあ今の形良かったですね。15オール。さあ流れ的にはキープキープのイーブンなんですが、追いついてきてる僕たちの流れかなっていうところなんで、しっかりと一気にいきたいところですが、30-15。さあここがねちょっとね思ったよりネットスレスレに返ってきましたね。
さあここ甘く入っていたところをしっかり決めて、さあ、40-30。さあここストレートリターン行きたいところ。さあ前に行く。さあアウトになり40-all。さあここ結構重要。さあ久美田さんナイスリターンからいい形で決めました。さあこれで 4-2 ですね。さあここキープしたら勝利に大きく近づくというところで1本目ダブルホルト。さあ2本目ダブルホルト。クピタさんどうした？さあ3本目ダブルホルトどうなってんだ。さあラブ40。さあセカンドサーブ3本ダブってからあのサーブ入れます。さあまず1本返す。さあ4本ダブルホルト、まさかの1ゲームで4回ダブりました。さあクピタさんもねこの時パニックになってましたね。さあロブちょっと浅い、なんとか返す。さあここは届かず。さあ流れ的にはイーブンなんですが、あのダブルホルトから相手の流れに行ってしまってるかなっていうところですね。さあこれがねなんとか返してるんですけどね、ちょっとさすがに無理でしたね。さあ完全に嫌な流れですね。深いの言ってくれ。3本浅かったんでね、1本でも深くいけばまだチャンスあったんですけどね。さあここファールボール。さあラブサーティー、サーティーラブですね、対戦相手の方から。さあこれがサイドアウトになり、さあ40ラブ。さあこれで 4-4 ですね。で僕サーブ、調子の悪い僕サーブです。セカンドサーブ。さあ1本目ネットインからの流れ的に完全に向こうの流れです。さあここをしっかり決めていく。さあ15-all。フォアサイドがねこれもセカンドサーブなんですけど、ファーストサーブ全部センターにフラットサーブ打ってます。あここしっかり取っていきたい。さあ甘いところに来て、さあサティフィン。さあしっかりボレー処理して、さあ40-15。流れ的に1本でいきたいところで、ここでセンターサービスエース。5-4 です。これでちょっと流れは止まってくれたかなと思っております。さあ1本取られて15ラブ。さあこれがねナイスサーブやったんですけどね。サティラブ。これがねサイドアウトやったんですよね。さあ40ラブ。さあ捕まっちゃって5-5です。さっき4本連続ダブルホールト、4本ダブルホールトした福ピタさんサーブ。さあ1本目しっかりファーストサーブ入れて、僕はボレーで決めていく15ラブ。さあこれもファーストサーブ入って30ラブ。
さあどうした？これもファーストサーブ、急にサーブ入るやん。さあナイスロブ。さあ40ラブ。さあセカンドサーブ、やっぱりダブルホールド。はい、まあ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 40-15ですから。セカンドサーブ、さあしっかり入った。さあしっかりキープして6-5です。さあしっかりここブレイクしていきたい。タイブレイクになるとややこしいんで、さあスマッシュ打っていく。さあ1本つないで立て直す。さあしっかり前で動いて、さあラブ15。さあ久保田さんナイスショー。さあ勝利まであと2ポイント。さあこのロブがちょっと浅くなったが、さあ粘っていく。さあこれはラッキーでした。あの高さね、微妙に打ちにくいですからね。さあマッチポイント。さあこれがアウトになり、さあ6-3、7-5と、まあ途中ねハプニングもありましたが、本当良かった。はい、もう 4-2 でね、ダブルで4回した時はどう声かけたのか分かんなかったんで、はい、何もなかったかもしれない話してましたね。はい、まだリードしてるしイーブンだしっていう、まあまあまあ勝てば何でもいいんで、まあ良かったかなと思います。はい、まあまあまあでも初めて年の公式戦にしては、ね、まあまあの出来かなと僕たちは思ってたんで、はい、まあ、次の試合もね頑張りたいと思います。いや勝ちました、よかった、ほんまによかった。6-3、7-5、はい、まあ、途中ねハプニングもあり、大ハプニングね、はい、まあ、ハプニング、僕がねもうサーブ全然入らなくてどうしようかなって、いやいやサーブだけ入れてほしいなと思ってましたけど、ね、なんか試合進むにつれて僕よりサーブ悪い人が現れてちょっとびっくりしたんですよ。いやいや別に1ゲーム4回もダブってませんしっかり動画残ってるんで、ね、すいませんバグりましたサーブまあでも助け合うんがダブルスなんで、ダブルスは愛なんで、はい、した決勝と、明日決勝、僕D グレード以上の大会で最終日残るの初めてなんで、いや素晴らしい、嬉しいね。俺が日本一さんとじゃないっていう。まあ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 日本一さんばりに頑張って打ちますよ。けど明日も。はい。明日がねプロです。そう、現役のプロ。一般の全日本も出て、普通に勝ってて、シングルも決勝行ってはる。ちょっと別格なんですけど、なんとかしましょう。撮影係さん前に期待しております。僕はもう後ろ任せますので、はい、後ろ頑張ります。まあ、やることやって、はい、まあ、結果はどうなるかわかんないですけど、とりあえず声出していきましょう、はい、とりあえずホテルの方帰って僕は筋トレの方したいと思いますんで、僕は、はい、広島まで走りたいと思います、はい、あざしゃあざしゃ、はい、勝利の焼き肉ということで久保田さんと来ております。美味しいです。美味しいですね。これニンニクハラミなんですけどでも焼肉だけにはうるさいんで、まあ、ちょっと早速これ